だと今,今レ,コードがレコーディングが始まったそうです就活関連だと、えー、YouTube でトップシというあの就活生向けの、えー、すごい役立つコンテンツを発信してるチャ YouTube チャンネルで、えー、MC もやっておりますので皆さん是非そちら面白かったら見てください。 私はですね、えー、青年版ダボス会議と呼ばれている、えーまあ世,界ぜまあ、世界中から2000人くらいですね、えー、ミレニアル世代と Z 世代が集まって SDGs について議論するあのサミットの日本代表を、えー、ちょっとやっておりましてで、まあ、その背景としては小学校2年生から単身で中国カナダメキシコスペインに留学して、まあ、やっぱりこう境界線がない国境を越えたこういう世界 を実現したいなっていうのをあの思いとして持ってで今は地球を一つの学校にするをミッションに掲げるワールドロードという会社を経営しております。はい、でえっとまあ自己紹介をさておきっていうところであの今回ですねあのデューダキャンパスさんでこのイベントを開催してるんですけどもデューダキャンパスさんのご紹介もさせてください。 デューダーキャンパスとは学ぶと働くをつなぐ大学生のキャリア支援サービスとなります。登録したプロフィールに記載した自己 PR やスキル、経験などを見て企業さんから早期インターンやあの採用選考の特別なオファーが来ます。だからこう書けば書くほどね、あの自分の強みとか、あの を書けば書くほど企業さんからたくさんオファーがもらえるってことですねで本当にあの将来のキャリアに向けて準備したいと考えている学生さんであれば基本的に無料で誰でも利用することができるサービスとなっておりますで学生生活や就職活動に役立つコンテンツもかなり多く配信しておりますのでぜひそちらもご活用ください私ももう一回大学生に戻ったらこのサービス絶対使ってますね <laughs> でまあ、本日の,あの流れですね、ご紹介させてください。本日の流れなんですけども、全部で1時間となっております。最初はですね概要説明と登壇者のご紹介をさせていただきます。今回のご登壇者のご者方は 私がもう結構2年23年くらい前からあの存じ上げている方でもう SDGs といえばこの方だっていうあの講師の方からもう素晴らしいお話を伺えるっていうことですごくあの個人的にもすごく楽しみにしておりましたでその特別ゲストの登壇者の方とトークセッションをしてで、えっと、途中でですねいわゆる SDGs に対して積極的に取り組んでいる企業さんの インターンも今回あのこのイベントでご紹介させていただければなと思っておりますチャンスですね皆さん <laughs> でそれが終わったらえ質疑を通して最後アンケートにお答えいただいて終了という流れとなっております はい、でこの,あのイベントですね、なるべくもう今、こういうふうに1人で喋っているのも正直、すごい寂しいんですけども後で登壇者の方が来たらだいぶあの心が豊かになるんですけどだかなりあのインタラクティブなセッションにしたいなと考えておりますので、えー、ぜひぜひ皆さんあの何かあったらコメントをしてくださいね。 でそのコメントの練習として、えー、アイスブレイクの質問を準備してまいりました。1、えー、つ目はですね、ちょっとい一回コメントスタンプの練習とコメントの練習したいなって思っていて、今日 SDGs がテーマだと思うんですけど、SDGs を知っている方、どのくらいいらっしゃいますかあの面白かったらグッドサインを。あ,ありがとうございます。お そりゃそうですよね。皆さんご存知ですよね。ありがとうございます。じゃあもう,もう1問いいですか。SDGs を今、大学で学んでいる方、どのくらいいらっしゃいますかどうだおお、いらっしゃる、いらっしゃる。なるほど、なるほど。4、5名の方ですね。お6名くらい学んでる。おお、すごい。ありがとうございます。 じゃあ続きましてあの本日のイベントに参加した目的期待していることもしくはあの特別ゲスト登壇者である梶大先生に何かご質問したい方はぜひあのチャット欄に入力してくださいじゃあ私もあのイベントにイベントの司会をしている目的を書こうかな、えー コメントしたんで皆さんもチャット欄に本日のイベント本日イベントに参加した目的と期待していることもしよかったらあのチャット欄に入れてください、はい、え誰も誰もコメントしてくれないのお来た来た来た。 古川さん、社会人の角度から見る SDGs はどのようなものかをぜひ知りたいです。立石さん、もっと SDGs について知りたいと思いました。取り組んでいる企業ですね。潮、はい、さん、どのようなことか分かっていないので知りたいです。はい、はいい SDGs に貢献している企業に入社して、どのように携わることができるのか、イメージが湧いたルシいトも参加しました、はい。ありがとうございます。はい、<laughs> SDGs を知りたいという方だったり、企業さんがどういったような取り組みをしているのか、てて知りたい方が多いんですね。もっと詳しくというところで。 了解しましまた、うんうん、身近に取り組める SDGs について知りたい,、はい。了解しました。皆さんありがとうございます。で、えっとまあ、今回ですねあの、もしよかったら、えー、画面オン。 でマイクオフでいけたらいいなって思うんですけどもし恥ずかしくないよっていう人がいたら画面オンにしていただけたらすごくあの皆さんの表情見えて私もだいぶ進行がスムーズになります。 で、えーまあ、あのここですね、まあ、質問してみようというところで、まあ、ズーム内のチャット、もしくは質問ボックスであのご質問を、えー、していた,いただけたらいいなって思います。もしちょっと恥ずかしいなっていう方は、あのこの質問ボックスでご質問ください。はいで,す、ね、では、もういい加減平原、すす。 見てよというふうに皆さん思っているのかなって思うので、もう首を長くして待ち構えているのかなって思うので、もう早速ではありますが、今回の、えー、登壇者様をお呼びしたいなと思います。カジさん、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平野さん、見えてますかこれ見えてます。カジさん、自己紹介お願いできますか はい。よろしくお願いします。デ、はい、ューダキャンパスをお使いの皆様、本日はお時間いただきましてありがとうございます。梶吉光と申します。今の仕事はですね、3つぐらいの仕事をやっていまして、1つはシナモン AI という人工知能の会社の経営をしています。それからまさにですね、今日のテーマのサステナブルデベロップメントの推進ということで、チーフサステナブルデベロップメントオフィサー といいうのをあのやっていますこの CSDO というのがそのサステナブルデベロップメントオフィサーですね。それからこれ,これが一つ目なんですけれども、あのそもそもこの CSDO という肩書きなんですけれども、最近は欧米、えー、日本の大企業でもですね、結構この CSDO あるいはチーフサステナブルオフィサー、CSO ですね、こういったものを設置している企業も増えています。なので皆さんが会社を 選ばれるときに CSO とか CSDO、チーフサステナブルデベロップメントオフィサーとか、チーフサステナビリティオフィサーとか、こういうポジションがあるっていうのも一つ、まあ、これ、会社の役員の呼び方ですから、この会社の役員にサステナビリティというのを持ってるっていうのも一つ、皆さんが会社を選ぶときのヒントになるかもしれません。 で我々の会社はまだできて5年しか経っていないスタートアップなんですけれども、最初からそのビジネスモデルにサステナビリティを組み込もう、まあ、いろんな世界の課題を解決するようなスタートアップでありたい、それに AI を使っていこうということで、女性なんですけれども、平野美空さんという方がですね、スタートアップとして作られた会社です。まあ、シンガポールで最初作られて今は ベトナムや台湾にも会社がありますけれども、今、一生懸命、日本のですね、人工知能の普及というのを推進している会社です。それから2つ目の仕事がですね、鎌倉市のスーパーシティのアーキテクトという仕事なんですけれども、スーパーシティやスマートシティという街の作り方はですね、非常に SDGs と相性がよくてですね、ちょうど私の今の バックドロップ、あの背景にも書かれていますけれども、SDGs 鎌倉市っていうのが書かれているかと思いますけれども、要はサステナブルなまちづくりというのをしていかないと、例えば CO2 の排出量とか、昔からのまちだとどうしても多くなってしまったり、あるいは車が混雑していたりとか、公害が出たりとか、まあ、そういったところがあるわけです。したがってです、ね、この鎌倉市という、まあ、非常に歴史のあるまちですけれども、 スーパーシティあるいはスマートシティと呼ばれるような、より環境に優しいような街に変えていきたいというような思いがあって、この仕事をしています。あなんか今一瞬曇りましたけど、これは何ですか大丈夫ですか大丈夫だと思います、はい。それから3つ目がですね、あのこれ大企業なんですけども、日立製作所という会社に勤めています。大体いいこれ、比率としては7割がシナモン AI。 で2割が日立、1割が鎌倉市という感じなんですけれども、日立にルマーダイノベーションハブという場所を今年の4月に作りました。まあ、ここはです、ね、いわゆるコワーキングスペースのようなもので、いろいろな人たちが出会って、そこでイノベーションが起こるというような、まあ、そんな場所を標榜したものでありまして、まあ、ぜひあの皆さんもです、ね、あの日立を受けるようなことがありましたら、このルマーダイノベーションハブにいらっしゃっていただけたらと。 いいう,うに思いますで私と SDGs の出会いなんですけれども実はですね私は最初の就職活動からもう随分時間が経っているんですけれども、まあ、都合社社以上の会社を経験していますこれ私自身がですね就職したのも30年前ですのでまだまだ転職したりとか仕事を変えていくっていうのが一般的ではなかったんですけれども多分皆さんはですね一生同じ会社に勤められる。 という方もまあいらっしゃると思いますけれども、だいぶ比率が、えー、少なくなってきたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんな中でもです、ね、10社ぐらいの会社を経験してまして、まあ、最初は金融機関、ここに書かれていますけれども、富士銀行という、まあ、今でいうみずほ銀行ですね,ね。ここに就職しまして、その後、まあ、マーケティングの仕事をがしたいなと思いまして、広告会社を2社経験しました。それからアメリカのケロッグというビジネススクールがあるんですけれども、 まあ、いわゆる MBA というやつですね。経営学を学ぶ大学院ですけれども、こちらに自費、まあ、で留学をしまして、その後、コカ・コーラや、それからタイム・ワーナー、これ、ワーナー・ブラザース映画なんですけれども、それからソニー・ピクチャーズ、そういった映画会社に勤めまして、それから日産自動車に勤めました、まあ。ここで6年ほど勤めるんですけれども、途中でオリンピック・パラリンピックの招致活動を日産自動車から東京都に出向して、 えー、担当しますで、この時にですね、オリンピック、いよいよ来週、我が町にやってくるわけなんですけれども、この時にオリンピックやパラリンピックを使って地球の環境を整えていこうという発想がオリンピック・パラリンピックにあるんだということを学びまして、それ以降、その環境をどういうふうにより良くしていくのか、まあ、こんな活動をしている状態です。で、その後ですね、まあ、あのこれオリ、オリパラって実は2回、 招致活動をしてまして、1回目は2016年に向けて、これ、リオデジャネイロに敗れ去るんですね。で、その後日産自動車に一旦戻りまして、電気自動車の導入を世界中で行います。で、その後にですね、総理大臣官邸の中に国際広報室というのを作るという一般の公募がありまして、この公募に応募をしまして、3年間総理大臣官邸で過ごします。2011年の1月から2000 13年の12月まで丸3年なんですけれども、まあ、この間に起こった大きなことがですね、まあ、一つは東日本大震災です。でまあ、ここで原発事故があったわけなんですけれども、この技術、テクノロジーとですね人間の暮らし、あるいは自然、こういったものがどういうふうにこう,うまく共に想像し、共に生きていけるのかというのが重要な課題なんじゃないかなというふうに思いました。また同時にににですねこの総理大臣官邸に勤めているとき SDGs の前身で MDGs というのがあるんですけれども、この推進をやってました。そもそもこの MDGs、SDGs というのは、15年間で人類が一つの方向を向くという中期計画なんですけれども、初めてできたのが MDGs、2000年から2015年、この間に MDGs というのが推進されました。 なぜ M っていうかというとミレニア,ルミレアム・デベロップメント・ゴールズつまり2000年に初めてできた中期計画だから MDGs ということですねで2013年頃ちょうど私が総理大臣官邸にいる頃に SDGs その後継のプログラムというのが国連で議論され始めたのが SDGs なわけです、はい、というわけで、まあ、そこら辺が SDGs との出会いではあるんですけどもこの後 それがどういうような影響があるのかというのをお話をしていきたいと思います。で、えー、まあ総理大臣官邸で3年間、そういった仕事をした後、まあ最後はですね、オリンピック・パラリンピックの招致をもう1回、えー、チャレンジすることがありまして、まあ、2020年、来週からのオリンピックをまあ獲得することができて、任期を終えたということです。でそして、その後、5年間ほど、アクセンチュアというコンサルティング会社で働きかた方改革や SDGs の統合プログラム、 それから地方創生、イノベーション、そういったものを担当していました。で、2年前に辞めて今の仕事を始めています。はい、私からは自己紹介じゃです。はい、加地、はい、さん、ご丁寧にありがとうございました。はい 本当に梶、まあ、さんにとってこのサステナビリティ SDGs がこうキャリアでどういうふうなあのことを行ってきたのだったり、まあ、そこもあの詳しく教えていただきありがとうございます、はい、きっとあの SDGs なんだろうってあの分からなかった学生さんも梶さんの今のお話を聞いてあこういうことなのねっていうふうに分かったんじゃないかなっていうふうに思いますでではあのこのですね今 なんとなく分かってきた SDGs をこれから3つの質問を通じてどんどん深掘っていきたいなと思っておりましてま具体的には,は SDGs とビジネス SDGs 企業ですねここの関係性っていうところをあの今回のイベントを通じてはい詳しく深掘りできたらいいなと思いますで3つの質問を用意させていただきましたじゃあでででんっていうところで1問。<laughs> <laughs> 1 <laughs> 一問目はですねちょっと梶谷さんにお伺いしたいんですけれどもそもそもこう今企業があのかなり SDGs を推進してると思うんですけども推進の仕方もあもいわゆる昔はこうボランティアみたいな形で余ったお金でちょっとこう社会にいいことをやるっていうところからどんどんこう経営 と両輪で SDGs を推進するっていう時代に今差し掛かってきてるのかなと思う中で梶さんにお伺いしたいのがずばりこの企業が SDGs を推進し始めた理由とは何でしょうはい、はい、あ,ありがとうございますあのこれはですねあの皆さん先ほどちょっとお話ししました MDGs と SDGs に、まあ、非常に関係がございましてあの実は MDGs というのは人類初の 中期計画だったんですね193の国連加盟国と国連が合意をしてこれコフィー・アナンという人がですねまあです、まあ、まさに今お話伺われていらっしゃる皆さんが生まれた頃に MDGs というのがこの世の中に生まれてきたわけなんですけれどもこれはですね最初は 8つのテーマということで、ですね、どちらかというと、まずは新興国、発展途上国の課題を解決しようという手でスタートしました。で、この時に取られていた発想をですね、フォーキャスティングと言います。で、フォーキャスティング型というのはどういう考え方か、あスライドでおありがとうございます。この下のところになるんですけれども、現状から積み上げる戦略計画ですね。 例えば、新興国中心でしたので、貧困のパーセンテージを下げていきましょうとか、識字率を上げましょうとか、あるいは食料危機、食料自給率を上げましょうみたいなことを、例えば今年が70%だったら、来年は73%ぐらいかな、あるいはその次の年は75%ぐらいかなということで、できることをちゃんとやりましょう。 まあ人類初めての中期計画ですからそんなふうに始まったのが MDGs でしたそして MDGs は2000年から2015年の間にかなりの結果を出します非常に貧困やあるいは疾病そういったものが減っていくんですねところがこれを2013年ぐらいからその後、まあと結構僕たちうまくやれたよねっていうところで 2015年から2030年の中期計画を作りましょうということで議論をし出したときにこのまあ検討してらっしゃる193の国の代表と国連の人たちはすごく深刻な状態に気がつきます。このままのペースでやっていたら我々はこの地球に住めなくなるんだそれぐらい深刻なんだというふうにまあ彼ら思うわけですね。 それと同時に、これ、MDGs から SDGs を紡ぎ出していくプロセスの中で、コロンビアの代表が会議の席上で,です、ねまあ、立ち上がって、こういうふうに言うわけですね。新興国を救ってくれるのはとても嬉しいけれども、一方で、先進国も巻き込んで全、全地球が一緒になって課題を解決しなきゃいけないんじゃないのということで、まあ、先進国も巻き込んだ、例えばイノベーションとかですね。 気候変動とか、皆さんご存知の10以降の新しいテーマが加えられたわけです。そして何よりもすごく重要なことがです、ね、ここが企業にとってビジネスと連携してくるという非常に大きなポイントなんですけれども、バックキャスティング型の発想で作られているんですね。MDGs はフォアキャスティング、SDGs はバックキャスティングというふうにまず覚えていただきたいんですけれども、ではバックキャスティングとは何か。 とというとこ,の地図この図で言いますと、このバックキャスティング、上の方のバックキャスティングと言っているんですが、右上、理想とする状況をまず定義して、そこに行けるか行けないか分からないけれども、えー、全力で走っていくんだというのが、これはバックキャスティングという考え方です。そうすると、ですね、実はフォアキャスティング型、つまり今のやり方の延長線上では、間に合わない、対応できないんですよね。 そうすると、皆さんどうするかというと、今までと違うやり方っていうのをゼロから考えるというのが、イノベーションにつながるということで、まさにビジネスにですねイノベーションを突きつける。2030年までにはこういう理想を達成しなきゃいけないんだよ。でも今までのやり方でやったら間に合わないよね。だから違うやり方を考えてくださいということを突きつけるわけです。例えばですね、CD から音楽がですね、 いわゆるデジタルディストリビューションになったこと、これによって全く違う音楽の広がり方をするわけなんですけども、いくら CD をです、ね、一生懸命売ろうとしても、せいぜいまあ100万枚が120万枚になったりとか、そんな感じですよね。しかし、これがデジタルディストリビューションになることによって、全く音楽のやり方が変わりました。こんなふうにですね、イノベーションというものを無理やり企業に。 そして企業を含む、これマルチステークホルダーだと言うんですけれども、いろいろなこの参加者に対して、ある種、突きつけてくる、これがバックキャスティングという考え方でありまして、SDGs で初めて国連と190代の国が取り入れたものなんですね。考えてみると、ですねできるかできないかわからないのに宣言してしまう。これって無責任じゃないでしょうか。だって国連とそれぞれの国を代表する人たちが、 とにかくできるかできないか分からないけど、理想とする姿を宣言しなきゃだめじゃないかってまあ言ったわけなんですけども、まあ、ちょっと無責任に感じますよね。じゃあなぜ、こんな無責任な約束を彼らはしたのかっていうのを、この後お話したいと思いますが、まずこのバックキャスティングにおける効果みたいなものを、どんなふうになるのかっていうのを、次のスライド見せていただけますか、でご紹介したいと思うんですが、これ、去年の10月の日経新聞です。 真ん中あたりにです、ねえー、菅,、えー、菅あ首相がです、ね、10月26日の所信表明演説、これまん、えー、上の段の真ん中ぐらいに、えー、50年までに温暖化ガス排出を実質ゼロにするというふうに宣言をしたわけです。そうするとです、ね、これ、電力会社は極めてチャレンジングな目標だというふうに言ったりとか。 この上の段から下の段のちょうど間のところにですねこれ東京電力、いわゆるエネルギーを推進している大きな企業ですけれども、こんなことを言っています。報道が出るまで知らなかった、寝、ね、耳に水だ、つまり全然みんなが知らないけれども、宣言してしまったんですね。とにかく2050年には排出ガスの CO2 をゼロにするというふうに宣言してしまった。 そうすると、ですね、まあ、みんなあたふたするわけなんですけど、一方で、ですね、この目標が揺るがないものだというふうにはっきり分かった、そうすると、ですね、これ、右上の一番頭のところからよ読んでみていただきたいんですけれども、最初から本気でやらないと勝てない、2022年度まで3年間で再生可能エネルギー分野に1600億円を投資すると東芝は決めたと。ここれもしこの2050年までに高い目標を、 設定したんかったっらこの1600円いいいうすすすごい金額を投資するって意思決定でできないですよね、まあ、このようにですね世の中が未来はこれはブーカっていうんですけれども未来が見えない中未来が見えない中で2030年の目標をはっきり宣言したということにこの SDGs の意味合いがありますでこの一番上の大きな字ですけどもこれまでの延長線ではダメだめだ っていうふうにま小泉さんですね。これあの右側が小泉さんで左側は梶山さんっていう経産大臣なんですけれども、こういった大臣たちがですね、いやこれまでのやり方じゃ間に合わないから全然違うイノベーションを考えようっていうふうになっていったわけです。はい次のスライドをお願いします。こんなふうにですね次はい、えー、こんなふうにですね締め切り効果と目標を高く掲げてできるかできないかわからないけどそこに向かって走り出すと。 いうこことがこのの元々の仕組みだったわけですねでこれ同じくその日経新聞のシリーズなんですけれども今動けば安くつくというの宣言をしているこれ EU がこのことを言っていますつまりできるだけ早くこの目標が2030年に決まったんだからそれに向かってできるだけ早く動いた方が企業としても儲かるんだよっていうことを言っているのがまあこの新聞の記事です。 というわけで,です、ね、まあ、実は SDGs というのは、2030年に解決しなければならない、相互に関連した17の目標のリストであるということは、これ、皆さんご存知だと思うんですけれども、同時にこのイノベーションを大量生産することをです、ね、まあ、企業や政府や地方自治体や民間、いろんなステークホルダーですね、関与者に突きつけてくるような仕組みだということです。 それから2番目にこうブーカと呼ばれる、世の中が先がどうなるか分からない時代になってきたわけなんですけれども、2030年まで揺るぎなく世界がそっちに向かっていくという方向を指し示した、ここ逆に言うとこっちのこの SDGs に関連したリストを見ると、これがビジネスリストになっているというビジネスリストでもあるということをご理解いただければと思います。そしてそれを誰一人取り残さず、誰もができることで達成に貢献すると。 いうことなんですね。なので、ただ単に世の中にいいことをしようということではなくて、こうやって解決をつけていくというのが非常に重要だということです。はい。ありがとうございます。次のスライドお願いします。はい、はいさん。ありがとうございました。はい ここもまさに SDGs を推進し始めた理由としてはこう社会課題を解決するというとフォーキャスティングからバックキャスティングになってあもうやんなきゃいけないぞというフェーズになったとっいうのとこのやんなきゃいけないぞのためにビジネスを転換させなきゃいけないもう無理やりにでもこうイノベーションを起こさなきゃいけない企業が変わる意義というところがあのまさに SDGs を推進し始めたあの理由なんだなというのを伺って思いました。ありがとうございます はい、多分あの平原さんの世代では当たり前のことですけれども、我々の世代ではです、ね、とにかくそのお金を儲けなければとか、少しでも豊かにならなければっていうふうに思っていた、まあ、そういう大人たちがこの歪みを作ってしまったということをまあ非常に大きな反省とともにです、ね、SDGs の推進というのをまあ我々の世代も一生懸命やっているという状態です。はい 一緒に、まあ、もうみんなと共にこれはできる取り組みかなと思います。続きましての質問ですね。でででんっていうところで、<laughs> えーまあ、その中でも、企業に今、SDGs がなぜ企業を取り組んでいるのか分かった一方で、企業に求められる役割っていうのもあるのかなと思っております。はいはい、こちらは梶さんいかがでしょう、はいおえー、次のスライドお願いします。はい まあこの SDGs はですね、そういった非常に大きな193の国と国連との危機感が原点になっています。SDGs の宣言文書を見ていただくと、われわれは地球を救う最後の世代かもしれないっていう宣言文書があるんですね。それぐらい、この人類が地球に住み続けられるかどうか、きわどい状況になってきているということです。どんどんん深刻化する自然災害や パンデミックこれどん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 これからもパンデミックは COVID-19 だけではなくて起こっていきます。それに温暖化が進むとですね永久凍土と呼ばれている、まあ、凍っていたところにですね閉じ込められていた新しいパンデミックがですね世界に広がったりするというようなことも言われてまして我々が今大変だって言っている台風や大雨それからパンデミックがどんどん深刻になっていくんですね。 したがってそういうような世の中になってしまうから我々は一刻も早く世界を変えていかなければいけないというのが SDGs でありましてまあその強烈な危機感が原点になっていますそして先ほどから繰り返してますマルチステークホルダーありとあらゆる関与者ですねステークホルダーって関与者っていうんですけれども政府や企業や大学自治体は不都合な真実に向き合わなければならないということですなのであの企業もですね 調子のいいことを言っているだけではなくて、自分たちが行っている不都合な真実というものに向き合わなければいけません。例えば CO2 を大量に排出しながら高収益を続けていることや、サプライチェーンのどこかに不法就労が忍び込んでいること、中国における不法就労の問題というのは世界的な課題になっていて。 そこで作られている綿花などをです、ね、使った製品に対して非常に厳しいチェックがフランスやアメリカで行われているのは皆さんご存知の通りです。そして自然破壊を前提とした原材料を使用していること、まあ、こういった今までは野放しにされていた不都合な真実に対して勇気を持って変えていかなきゃいけないということで、まあ、この SDGs に向けて立ち上がったということで、企業はこういう勇気を持っていくべきだというのが。 企業のの役割かといいいううふうに思まますす次のスライドお願いします、はい、でこのバックキャスティングというのはですね、そういう意味で言うと、この不都合な真実に向き合う勇気を持つことから始まるんではないかなというふうに、われわれは思っていますし、そして何よりも重要なのはですね、SDGs と MDGs の違いなんですけれども、SDGs はですね、 とにかく地球がそういう危機的な状況にあるんだというのを一人でも多くの人に知ってもらおうという仕組みがあります。例えばあのバッジですね。これ、勝手に皆さん作ってつけられるんですよね。だからたくさん街で SDGs のバッジしたりしている人いると思います。それから例えば国連のサイトに行くとですね、SDGs の説明資料がパワーポイントで編集可能な状態でダウンロードできるようになっています。それは例え SDGs を 本当に信じていなくても、そのことを使うことによってです、ね、一人でも多くの人に地球が危機的な状況にあるということを知ってもらいたいということで、まあ、あの本当に中身をがなくてやっている人たちのことを s d g s ォッシュなんていうんですけど、それでも知らないよりはましだ、とにかく知ってもらおうという思いを、まあ、2015年から2020年の間、え国連はキャン、まあ、これ、ある意味、そういう意味では、 地球が危機に瀕しているという概念を世界に広げるための広告キャンペーンとも言えるかと思うんですけれども、まあ、広がっていったわけです。で、SDGs、まあ、とは、そういう意味では、ですね自分だけじゃない、自分一人ではその勇気を持てないけれども、ああ、平原さんが SDGs を推進してくれてるな、そして竜太もそんな風に言ってるな、そしてある企業の部長さんが面接の時にバッジをしてた、そうだ、自分も勇気を出そうっていう風に思う。 そのために、まあ、人々の中にですねバラバラにわずかに存在していた両親とそれから希望のかけらをこう,うまくつなげてそして大きなうねりにしていくようなそんな仕組みじゃないかなというふうにまあ私は思っています。今日お集まりの皆さんにもですねそういう意味では多分両親と希望のかけらを心の中に少しずつ持っておられると思うんですけれども。 おそれを心に秘めたままではなくてですね、いろんな人とこうつながって大きなうねりにしていっていただけたらいいなというふうに思います。はい。カズさんありがとうございます。はい。最後最後あまりにもこうエモーショナルで涙が<笑>今<笑>出そうになりました。あのかなりやはり。 こう不都合な真実に対して結構こう目を背けてしまう普段であればそれって企業だけではなくって本当に個人っていうところもあの見て見ぬふりをするっていうことはまあ楽っていうのはあったと思うんですけども今もう地球が私たちがあの住む地球っていう大きなお家ちがまあこういう状態だからもうこの不都合な真実に向き合わなきゃいけないっていうあの時期に来てるんだなっていうふうに思いました。 あの平原さんもそういう意味ではあのご自分で勇気を出されて大企業からご自分で会社を作られておられるんですけれどもそこに SDGs の推進や世界の国境をなくすことっていうのをテーマに選ばれてっていうのは多分こういった SDGs が人と人との心をつないでですね大きなうねりにするという輪の中にまあ飛び込んだんじゃないかなというふうに思います。はい ありがとうございますまさに飛び込んでしまいました。そうでしくて <laughs> <laughs>。ちなみにあのとても素晴らしい本を出されたんですよね<あ><近>はい。<laughs> まだすいませんカジさんの手元に届いていいたかなと思うんですけども、<laughs> はいはい、あのこちらのですね世界200一カ国のあの SDGs に対して取り組む Z 世代とミレニアル世代の夢を一冊にした本をあの出版をしまして6月2日に。 でまあ、ソーシャルビジネスってのお父さん、父って言われているムハムド・ユヌスさんも実は推薦文をくださっている本となっております。でこんな感じで、まあ、写真と、えー、この国旗と夢が書かれていてで、それぞれの夢があのどの SDGs に貢献しているのかっていうのが、まあ、一目見て分かるような一冊になっております。あのぜひ こう読んでると不都合な真実だらけなんですよね。でもあのみんなこう取り組んでる子たちはもうこんな感じのもう不都合な真実なんだけどもその真実に向き合って、えー、きちんと活動して笑顔でいるっていうことがこの一冊であのわかるのでぜひ読んでいただけたらなって思います。梶さん素晴らしいあの振りをありがとうございます。はい。 <laughs> ではあのお時間もお時間ですので最後の質問をさせてください。先ほどですね梶さんがいわゆる s d g s ウォッシュっていう単語が出てきたのかなと思うんですけども、まあ、そういう企業も増えてるっていうのが まあ、不都合な真実としてもあるのかなって思う中で、まあ、本,質的な本質的に SDGs を取り組んでいる企業を、どういうふうにこう就活生の,あの目線から見て、選べますかね、はい、あのこれは SDGs を推進してるからいい企業だとか、SDGs を宣言していてるくせに、実行がされてないから悪い企業だとかっていうことではないと思うんですよね。 あの私もこの SDGs の推進って随分前から2016年からずっとやってるわけなんですけれどもあっという間に認知度が広がっていますで広がってですねさらにこれはますますまずいよっていう感じには皆さんなっていっていて、まあ、あの最近の雨の降り方とかあのうとかすごく降ってますよねどん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 この状況ってあの加速する方向になりますなので今 SDGs を語ってるだけで、実際に会社の中で浸透していない組織もです、ね、2ヶ月後には急に戦略化されていくかもしれません。で、このスピードはです、ね、不可逆なんですね。どん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 加速していきます。なぜならば、我々が直面する危機はです、ね、より深刻になっていくからです。で、今年とし、まあ、オリンピックがあるわけなんですけど、オリンピックがまずあの覚えてらっしゃると思いますけれども、どうも 委員長が変わりましたよねあれもあの女性に対する差別的な発言がきっかけでしたこれが例えば3年前だったらあんなふうに後退したでしょうか多分ですね。オリンピックのような国際的な会議まあイベントがありそしてその時に我々の国が恥ずかしい発言をしたっていうふうに思ったから世論がそういうふうに変わっていって結果的に橋本さんに変わったわけですよね こういう成長つい2年前だったらありえないと思ってたことがどん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 現実に起こってきているんですね。なので、まずはどうやって選ぶかということであれば、まずはホームページを見てみると。で、それ宣言している会社っていうのは確かにあの少しはその SDGs に興味があるんでしょう。しかし、その中でですね、実際にその営みを何らかの営みをしているっていうのがすごく重要で、さらに その営みがが本業に結びついていてるかかどうかここが重要です例えば、日産自動車やトヨタはですね CO2 を削減するために電気自動車や、えー、燃料電池にどんどん,どんどんシフトしていってるわけですけれども、こういった会社は本当に自動車はご存知のように、昨日あのヨーロッパで発,の発表がありましたけれども、1930 2030年代、35年には、えー、ハイブリッドも走れなくなるという。まあ 宣言があったわけなんですけれども、本気でやろうとしてます。それがビジネスになるから。なので、こういうふうに本業でやってるかどうかっていうのが一つの見どころです。そして、さらにですね、実際それが全社でやってるかどうか、ここはですね、実際働いてみて、社員の一人一人と話してみないと分からないところですね、正直。なので、日あのご説明されるような、この後インターンなんていうのもすごくいい機会だと思います。しかし、その瞬間ですね、 実際に、いや、SDGs は社長が言ってるだけだからさとか、それは SDGs 推進部門の仕事だからさっていうふうに言っている人たちも、ですね明日は自分事と,とかしなければいけない、まあ、そんなふうな危機感が、この SDGs の急速な浸透というのをドライブしているんじゃないかなというふうに思います。なので、えー、ホームページを見てみる、そしてそのホームページで、さらに具体的な営みがどんなものなのかというのを見てみる。 そしてその営みが本業に関係があるかどうかというのをチェックし、最後はそれが全社に浸透しているかどうかを実際に働いてみて、それぞれの会社での社員の方たちに問うてみる、こんなプロセスを経るのがいいんじゃないかなと思います。はい 梶さん、はい、ステップを4つのステップをきちんとこう、はい、明記していただいてありがとうございます。ここからですね。まあ、実際にこの sdgs に対して取り組んでいる企業さんのご紹介をさせていただければなと思います。はい、2社ございます。1社目は、えー、建設設備を行う三建設備工業です。 産権設備工業では4つのテーマを軸に三権チャレンジ2030というものを挙げております。でも1946年に創業されて、まあ、今社員数が2266名ですねいわゆるあの空調設,設備とかこう施工とかメンテナンスを行っている企業さんですね。 でまあ、その中でも,もうこの3県チャレンジ2030の中でも結構あの力を入れてあの実践しているのが地球温暖化抑制の取り組みとして、えー、パリ協定が求める水準を整合した、えー、GHG 削減これグリ,ーンハウス、えー、グリーンハウスガスですね、まあ、温室効果ガスの削減とか目標達成に貢献できるように例えばオフィスだったり施工資材のリサイクルを きちんとしていたりあと産業廃棄物がたくさん出てくるのでこれの廃棄物を,物をなるべく出さないように、えー、工夫していたり処理していたりで建物のライフサイクルにおける温室効果ガスの排出量を削減する活動に取り組んでいる、えー、企業さんになっております。 のので結構そのいわゆる今よくテレビであるこう環境問題ですね CO2 削減しましょうというところに対してすごく積極的に取り組んでいる企業さんですのでそういったようなところに興味がある方ぜひあのご応募ください。はいあそうでですすねこちらです、ね 総合的にこの温室効果ガスってもういろんなところから実は出ているのでこれをなるべくこう作る段階でもあのからしっかり設計する段階からしっかりとこう削減していくっていうことをされている企業さんですね。はい、皆さんよろしいい。ですか。はい じゃあ2社目いいきたいなと思います2社目は株式会社シェルターさんになっております。こちらは幅広く木造に携わる事業を手掛けている,いわゆる建設会社さんになっております。山形,山形県にあるところで平均年齢34歳と結構こう 若い,若い企業になっていて、まあ、サイズも100名で程よくなっております。でここはですね最先端の技術によって都市部に大規模だったり、高層の木造建築を作る、えー、都市に森を作るっていう活動を行っているところです。結構大規模構想ってなると 木造っていうのってなかなかイメージつかないとは思うんですけども、まあ、そんなことをしている企業さんですねでやはりまあそれなぜやってるのかというとう人と環境に優しい木造の都市づくりに挑戦しているっていうのがございますで特にあの、まあ、全部でですね6つのゴールを重点目標としているんですけども本日はその6つのうち、えー、1つですね、えー、気候変動に 目標13番である気候変動に具体的な対策をというところをご紹介させていただきます何をしているかと言いますと国産材を使った大規模構想の木造建築を作ることで CO2 を大量に固定化し地球温暖化防止に貢献していますやはりこの国産っていうところもあのポイントで海外から 輸入するってなるとその分、えー、飛行機だったり、まあ、船だったり運ぶことにすごく CO2 の排出って起きているので、まあ、ここもあの国内でやることによってこの移動における CO2 の排出量を、えー、きちんと削減しているっていうのもございます。 でまあ、皆さんあのご存知の通り木は CO2 をたくさん吸収して成長しているんですけれども成長しきった木は実は CO2 の吸収がどん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 緩和してなのであの伐採して代わり新しい木をあの植えてでそれで CO2 の吸収を活発化させる必要があるんです。 でこの CO2 を吸収して蓄積して伐採した木を次木造建築に活用しているっていうのがあのここの取り組みとなっております。やはり木材を多くする多く使用するあの大規模な建築であればあるほど CO2 は多く建物に固定されてしまって伐採されたあの本当にこう森林には CO2 の吸収力の大きい若い木が 増えということであのまさにここがですね CO2 の削減に貢献しているポイントなんですね。 で今、あの幅広いあの職で、えー、インターンの方を募集しているそうで、ですね本当、文系とか理系とか関係なく、120名ほどの社員さんが勤務していらっしゃるみたいで、でインターンシップもあのすごく幅広く募集しているそうなので、えー、興味がある方はぜひ、えー、QR コードからチェックしてみてください。 あのご紹介いたしました2社の詳しい情報は d u d a c a m p u s からもご覧いただけます。d u d a c a m p u s ではその他にも登録したプロフィールに記載した自己 PR やスキルだったり経験を見て企業さんからまあ早期インターンですね、早い段階でやっぱりインターンって欲しいと思うのでとかまあ特別なオファーも届きますと。でやはりこう将来 SDGs とかあと、まあ、なるべくもう早い段階からキャリアに向けて準備したい方ですね。であれば無料で使えるものなのであのぜひ皆さん d ゥ d a キャンパスをに登録してみてください。はい、じゃあこんな感じでですね一旦 d ゥ d a キャンプスの紹介はあの終わらせて最後にあのー 質疑を質疑応答というところで Q&A セッションを設けてみたいなと思います。はい、あっ、加さん、たくさんあのリンクをご送付いただきありがとうございます。はい、1個ですね、質問がカジさん届いておりまして、はい、えと平柳咲さ,さんですね、はい、からのご質問となります。 えー、平柳さんありがとうございますで平柳さんは22年卒で来年の4月から広告代理店に入社予定だそうです。で、その,その上で入社までにもっと専門的に SDGs を学びたいと思っているそうなんですけども、何かおすすめな方法はありますか、さんあはい、あの今、これ、サイト、あのチャットにアップしましたけれども。 ま,あまずはですねあの国連のサイトをよく読むっていうのがすごい重要かなと思ってます。あの日本語と英語両方ありますので、それからそれ以外にもですね網羅的に見れるサイトが、ですねこの SDGs プラットフォームっていうのが内閣府のやつが上ですねで、下の方が外務省なんですけれども、こういう,こうプラットフォームを作っているところがありますので、でここにみんなあのただですからいっぱい入ってですね、なのでここを見るとですね、 どんな会社がどんな営みをしているかというのも見ていただけるかと思います。あと、それから環境省が出している SDGs の代表的な企業というレポートもあると思いますなので、環境省 SDGs でサーチしてみていただくとあのたくさん出てきますので、今やもう SDGs はです、ね、世界中で無数の広がりをしています。あの広告代理店にお勤めとということで これはです、ね、人類最初で、そしてできれば最後の人類全体の広告キャンペーンというふうに、まあえー、国連は位置づけてまして、えーまあ、最初というのは先ほど申し上げましたよう、ね、に MDGs が広がりきらなかったことに対してもっと広告っぽくやりましょうということで広がる仕組みをいっぱいつけているんですね。じゃあなぜ最後であってほしいかというとです、ね、これがうまくいかなかったら我々はこの地球に住み続けることができないから。 あるいは、これがうまくいけば、地球はより住みよい場所になるから。ということで、願わくば、これが最後のお試みであってほしいということをまあ言っているわけなんですね。まあ、従いましてですねあの、とにかくたくさんこの SDGs を絡む情報はですね、ネット上にありますので、国連、外務省、それから他にもですね、グローバルコンパクトという組織があるんですけれども、こういったところの活動を見ると、 そこにです、ね、非常に系統だって整理されてますので見てみてください。あと、あの解説書もです、ね、いっぱい出てます、SDGs 絡みはなので、あの本屋さんで気に入ったものを手に取ってみられるというのもいいんではないかなと思います。はい、藤さんごご丁寧にありがとうございます、はい、えっとまた、他の質問が今、来られました。はい AI がこれから発達して人間ができる仕事がどんどん減っていきそうです。はい、これからの時代を生きる私たちにとって必要な力、能力は何でしょうか加地さん、はい、じゃあもう AI 企業に、はい、<laughs> いらっしゃる加地さん、はい、ぜひお願いしあのここはですね、実はそのアクセンチャーにいた時も、ヒューマンプラスマシン c っていう本を出したりとか、最近はですね、えー、シナモン AI の方で、 ダブルハーベストっていう本を出しているんですね。で、これは今おっしゃっておられたような概念だったのは実は2013年ぐらいで、そこから世の中はですね、新しい仕事っていうのが出てきて、人間はより人間だけができる仕事にフォーカスできるねっていうふうに論調が変わってきています。で、ちなみに AI だけが AI やマシンだけができる仕事っていうのと、それから 人間だけができる仕事っていうのがありましてその間にミッシングミドルっていう中間領域があるんですねこれがこのなぜミッシングミドルって呼ばれてるかというと見過ごされていた中間領域だからミッシングミドルと呼ばれてるんですけども一般的にはこの人間だけそれから人間の仕事を取っていく AI っていう、まあ、対立概念だったんですけどこの真ん中にミッシングミドルがあるっていうことが発見されたことによって 人間だけがやれる仕事、それから AI だけができる仕事というのはより明確化されてきたということです。で、人間だけができる仕事というのは、手動、共感、えー、創造、えー、その3つ、プラスもう1つあったと思うんですけども、その4つぐらいなんですよね。なので、んでその領域の仕事というのは、どん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 逆にそっちに時間を使わせるようになっていく。世の中を我々は作りたいなと思って、AI の 方が逆に言うと人間がやらなくてもいい仕事は全部 AI に任せられるという仕事を作ろうというふうにしていますミッシングミドルっていうのをちょっと見てみていただければと思いますでそこでですねよくよく考えると人が機械に仕事を奪われるっていうのって最初に言われたのって1816年のラッダイト運動っていうのが初めなんですねこれあのイギリスで始まった運動なんですけど1800年代ですよ、えー その蒸気機関で農耕器具というのが動き出した頃なんですけれども、それでこれは人間が仕事を奪われるんじゃないかというので、この蒸気機関を壊すという運動がラッダイト運動なんですけれども、じゃあ人間の仕事はなくなったかというと、なんだかんだいろんな仕事を見つけて、ですね人間はいつも働き続けているわけなんですね。なので、従ってですね、まず人間に仕事がなくなることはない。さらにですね、言うと、我が国は人口が減少するので、むしろ AI やロボティクスと今日一緒にこう生きていくっていう社会を作れる可能性があるんですね。ヨーロッパやアメリカでは若い人たちが失業してしまうっていう大きな課題があって、それに対して日本は人口が減少してますので、むしろそういうテクノロジーでそこを補っていかなきゃいけないということなので、まだまだこれからそこの領域は明るいんではないかなというふうに、まれ、あ、我々のような人工知能の会社は思っています。 ありがとうございます。梶、はい、さん、最後のご質問で、はい、えー、公務員志望です。はい、スマートシティを目指していく政策に興味があるのですが、これまでのような昔ながらの街が抱えていた環境の問題点を教えていただきたいです。はい、あのこれはちょっとあのかんあの答えられるんですけど。あと3分ぐらいでは無理なのでまずはですね。<laughs> スマートシティあるいはスーパーシティっていうのでネットでちょっとサーチしてみていただけますでしょうか。でちなみにスマートシティっていうのは例えばドローンを使いましょうとかですね、えー、空飛ぶ飛行機空飛ぶ車を使いましょうとか自動運転を使いましょうとかこういうようなこう一つ一つのテーマを使っているのこれスマートシティでスーパーシティっていうのは、えー、日本政府の政策なんですね。こういう10個ぐらいある科目のうちの5つぐらいを お満足しているとスーパーシティに指定してあげますよって言っているのがスーパーシティでありましてこのスーパーシティに日本中の31の自治体が手を挙げていますなので31の自治体がそれぞれの自治体の課題を提示しながら政府のスーパーシティ政策に手を挙げたんですねで鎌倉市もそのうちの一つですそれぞれの市にそれぞれの市町にですねそれぞれの課題を抱えているのでぜひ スーパーシティ提案というのを見ていただくと、まあ、そこら辺が明確になっていくと思いますので、ぜひ調べてみてください。あのとても奥深いですし、えー、もし、えー、このたスマートシティにご興味があるんでしたら、この SDGs との相性がどうしていいのかというのも、えー、調べてい,っていただくとあのご理解いただけると思います。さんあの、はい、もう パリで、はい、<laughs> ありがとうございました。はい、本日、あのお忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。はい、じさん、本当にあの素晴らしいお話をありがとうございました。で、で最後にですね。あのアンケートのご協力をお願いいたします。23分ほどで終わりますので、ぜひあの qr コードをスキャンして回答していただけたらなと思います。 このアンケート結果を見て梶さんも私もあのやったーなのか正解なのか <laughs> あの分かるので皆さんぜひあのお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。梶さんどうでしたか今日うお話しされてみて。はい、あのできるだけ急いでしゃべろうと思ったんですけれども、はい、ま,あまずはその何か分かんないことがあったらネットで調べるっていう、まあ、皆さんやっておられると思いますけども。 YouTube の動画もありますし、あと、ですねあのすごく無料でもいいサイトがいっぱいありますので、どん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 見てみていただければと思います。あの国連も日本国政府も、ですねそして代表的な企業もそうでない、今日ご紹介いただいたような心ある企業も、ですねすごく一生懸命に今両親のかけらをつな、ね、いで大きなうねりを起こそうとしているんじゃないかなと思いますので。 本当にあの奥が深くてこういうことを人類ができるっていうことはですねあの人類もまだまだ捨てたもんじゃないんじゃないかなっていうふうに思ったりしますこんなにこう性善説に立ち返ってあの社会に貢献できるっていうことって素晴らしいことだなって改めて思います SDGs そうですねはい、はい、じゃあ皆さんアンケートにお答えいただけたとあのもう今勝手に はい、あの解釈をしております、はい、本日は改めてちょっと時間オーバーになってしまったんですけどもあのこう本イベントにご参加いただき誠にありがとうございました少しでもこれからの就活をしていく皆さんだったり来年から働く皆さんにとってためになるコンテンツになったらいいなと考えております。うん、もし何かか追加でこ質問とかある あるかなって思ったら私はのツイッターとかあのやってるのでぜひぜひ DM でご連絡いただければなと思います。それをちょっとカジさんに共有して意味でもサイトをいただくようにしますので。<laughs> はい。皆さん、本日は遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。転職活動大変だと思いますけど、頑張ってくださいね。勉強にもなりますし、あの私も相当苦しんで転職したりしましたけども、結果的にはいろんな経験ができてよかったと思いますので。 ぜひ楽しんで就職活動してみてください。ください。まあ失敗しても成長痛ですね。就活は。そうですね。あの、留田キャンパスがある限りあの作ってくれると思います。はい。皆さんご参加いただきありがとうございました。はい。あまりありがとうございます。ではこちらで。平原さんありがとうございました。ありがとうございました。ではこちらで終わりたいと思います。はい。お疲れ様です。失礼します。